うちの父親も母親も自分で作った財産とかですねそういうふうなものを奪われるっていうのがすごい嫌だったんですね父親と母親が取った手段が違ってですね母親が考えたのは <laughs> 私たちの金を奪いに来るのは税務署や <laughs> じゃあどうやって税務署を逃れればいいのかそうや信仰宗教を一つ買収して私が教祖になればいいんや一番最初は手段としての信仰宗教だったはずなのが自分には神様がついていると思い込んでですね僕と父親と姉とがひざまずいて話を聞かなければいけないという。 誰一人こんな宗教信じてないのになんでこんな茶番を家族内でするのかって思いながらですね <laughs> 僕のおばあちゃんは何だろうな僕がまあ物心ついた頃はもうあのボケててかなり家族の厄介者になっててですね。であの 家の前をちょっと寂しそうな人が通っただけで、あの人は貧乏で今晩食べるお金もないんだっていうふうに急に思い込んで、そんなことないんですよ。近所の人なんですよ。近所の人がちょっとうつむいて歩いてたらですね、あの、寝たきりなんですけど、寝たきりがぐーっと起き上がってですね、5円玉とか10円玉、その人に向かって窓から投げてたんですよ。 で、後でうちの母親とか、僕とかが謝りながら外で金を集めるっていうですね。もう、厄介だ。それ、ばあちゃんの優しさなんですけども、失礼だし <laughs>、あと、何か包めようって思うんですけど、直に金投げてましたね。そもそもは、あの、うちに核シェルターが来るようになったきっかけっていうのは、あの、1968年だと思うけど、僕は小学校4年か5年ぐらいの時に、 うちの姉ちゃんがね、あの、幽霊みたいなんだよね、家で。それを、まあ、僕とか母親に言ったんだわ。白い女の人が立ってたっていうふうに言ってて。で、それで、うちの父親がめちゃくちゃ怖がって。 まだ年頃の、まあ、うちの姉ちゃん中学1年ぐらいだと思うけどロングヘアの姉ちゃんのです、ね、髪の毛ばっさり切ってで精神病院に入れてで頭剃って脳波測ったっていうことをやったんだ <laughs> 姉ちゃんは脳波異常なしでそのまま脳波なんか測ってもわかんないんだけども <laughs> あ<の> <laughs> 姉ちゃん1日で返されてきてもうそれからすごい父親と険悪になったんだけどもさ <laughs> うちの親父親ってねめちゃくちゃ、ね、怖がりなんだよ怖がりっていうかね 俺てっきりうちの父親はオカルトが好きだと思ってたんだけども <laughs>、好きというかめちゃくちゃ怖がりで、で、姉からうちの家に幽霊がいると聞いたらもうそんな家、そんなことを認めたくないから、とにかく我が娘を頭を剃ってまで精神病院に入れて、で、検査が帰ってきたらもうとにかく引っ越ししようということになって、それからうちの両親めちゃくちゃ働き出したんだよね。で、そのまま1974年の例のノーストラダームスの大予言ブームですよ。僕が、 あれはな、高校1年ぐらいの時だったかな、家に帰ったらなんか、もうあの、大予言の本があって、で、晩ご飯の時に父親が、年老は、どうするって急に聞いて、<laughs> <laughs> どうするってどういう意味かと思ったら、あの、マルスが来るそうだぞと <laughs>、マルスが世界を支配するそうだぞっていうふうに言われて、 ええって思って、ちょっと引いちゃうぐらいなんだけども、そのあたりから父親は、はい、も母親もめちゃくちゃ働いて、まあ母親なんか体壊すまで働いて、で、1976年に引っ越したんだよ。で、高2の時に、まあまあ初めて見せるんだけどもさ、昔のうちの家ですよ。地上3階建てのね、あの家を建ててしまったわけですよ。個人宅なのにね、エレ,エレベーターがついてるんだよ。これソーラーパネルついてるのが、 えっとね、会社の方で、えー、オープニングアニメとかアニメ作ってたのはこっちの建物ね。で、こっちの建物の方が僕の部屋があった方ですよ。で、ただこの家、不思議なのが構造で、今はね、1階から入れるようになってるんだけども、昔は外階段から2階にしか上がれなくて、で、入り口、玄関が2階なんだよ。で、僕と姉ちゃんの部屋が3階で、で、リビング、台所、風呂が全部2階にあるの。 で、1階は両親の部屋だけで、両親の部屋に降りる手段がエレベーターしかない。で、両親がエレベーターで1階に降りて、エレベーターの鍵を抜いてしまうと、もう1階には誰も行けないんだよ。僕らも行けないんだよ。で、2階から3階はちゃんとね、2階の玄関から3階は階段で行けるんだよ。階段使うんだけども、1階には全然エレベーターで行けなくなってるんだ。つまり、僕らも、その、1階に行けない構造になってるんだよね。で、 まあまあ両親が後でその見せてくれた一階というのがもうまるで要塞でさ、とにかく一階だけ壁の厚みが全然違うんだよ。めちゃくちゃ分厚いコンクリートでめちゃくちゃ違って、で、コンクリートも分厚い壁で、で、窓あるんだけど、 なんかね、一階って半地下になってて、窓の外見たらもう地面なんだよ。ここ地面で、で、すごいちっちゃい窓でボタンを押したら、鋼鉄のシャッターがガーっと降りてくるんだよ。<laughs> で、電動シャッターが降りてくるんだよ。で、入り口がその全くなくて、エレベーターで降りたさっきも言ったように鍵かけたらもう誰も入れないと。で、そこはその一階っていうのは何もかも別世界で、とにかくあの、 2階もね、あの、いい部屋なんだ。2階もかなりね、あの、成金の豪華な部屋で、3階の僕と姉ちゃんの部屋は、もう本当に広いだけの質素なところだったんだけども、2階豪華だったんだけど、1階よりてびっくりしたのが、めちゃくちゃ豪華なんで、本当になんかね、あの、明らかにね、0万を超えてるソファーがこう、川張りのソファーがあって、で、バカラのシャンデリアがこう、つらさがっていて、で、マホガニーのキャビネットがあって、 で、置いてるグラスが全部バカラなんだよ <laughs>。で、なんだこれと思って。で、そこに核シェルターが奥に地下にあってで、そこに2年分の備蓄食料と2人用のベッドがあるんだよ <laughs>。で、何かというとこれ父親と母親の核シェルターなんだよ。で、僕と姉ちゃんは感情に入ってないというか、そもそも何かあった時1階に行けない構造になってるんだよ <laughs>。で、 あの、うちの父親と母親さん、めちゃくちゃさ、仲が良くて、よくあの、両親が仲が良い,い方がいいって言うじゃん。あれ俺絶対言動問題だと思う。なんでかっていうと、うちの父親と母親って、あまりに仲が良すぎて、お互い以外、誰も話す相手がいないから、先に父親が死んだ時、母親が本当にね、なんか、すごいね、孤独になっちゃったんだよね。で、二人でなんか話して決まるから、なんかね、 二人独特のノリで全部決まっちゃうんだよね。両親独特のノリで全部決まっちゃうから、だんだん客観性もなくなってくるし、やっぱ一人で何もかも決めるのと、二人で何もかも決めるのと、二人の方が客観性ありそうに見えるんだけど、二人の場合は二人が同意したらもうそれは絶対の正義になっちゃうから、他人が本当に突っ込めなくなるんだよね。だから、 俺あんまりなんか、夫婦のね、仲ってね、それは悪いよりいい方がいいと思うけど、限度があるなと思うのは、本当、うちの父親と母親を見てたからなんだけど、まあとにかく、そのシェルターには二人用のベッドがあるんだけど、そのベッドの上まで食料があるんだけども、まあ僕と姉ちゃんが見て呆れたのは、俺らの分はここにはないんだなっていうことなんで。<laughs> でまあ姉ちゃんはめちゃくちゃこう呆れ果ててたんだけど僕はもう親がね自分でね稼いだ金だから何してもええやんって思ってたんだけどもあのまあその核シェルターの中から外に外の棚にまであるあの保存食料が、まあ、賞味期限というのがあるわけでその賞味期限が切れたものを食べるのがまあまあまあ だんだん僕らの仕事になってきて、そのうちあのオープニングアニメとか作った時にアニメのスタッフが泊まり込んできた時に、彼らにもなんかその賞味期限切れた食、切れかけた食品を出すんだけども、困ったことにこの、 食品っていうのがね、全部ね、あの、父親と母親が好きなものばっかりなんだよ。だから僕らが好きなものが全然なくて、ただその核シェルターっていうのは昔の核シェルターだから、あの、単純なフィルター、交換式のフィルターで別にあの、本格的な核戦争装備ではなかったんだよね。あの、なんでかっていうと父親が恐れてたのは核戦争によるフォールアウトよりもどちらかというとその後の暴動だったんだよ。 うちの父親、この辺がね、やっぱ俺ね、面白いなと思う。面白いっていうのも変だけど、面白いなと思うな父親が怖いのは、核兵器ではなくて、近所の人だったんだよね。近所の人が、この丘だけに、豊富な食料を狙って襲いに来るっていうことが、すごい怖いんだよ、ね。確かに、ノストラダムスもね、核戦争とはね、言ってないんだよね。あの、人類の終わりが来るとか、マルスが地上支配するって言ってるだけで、何があるかわかんないんだけども、まあ、 だから父親が恐れたのは生き残った人に襲われることで、だからその各シェルターの工事も極秘だし、あとね、うち前庭がめちゃくちゃでかかったんだこの前にね、空いてるスペースがいっぱいあって、後で聞いたら、そこにでかい貯水タンクを埋めるつもりだったんだって。だから、ポッカの観光費を山ほど置いといて、水はその貯水タンクから取るつもりだったんだけども、結局5年ぐらいしたらね、あの、父親がもうあの、週末来ない、人類の終わりは来ないっていうふうに思って、シェルターは あのもう使わなくなってただ単にあの僕らが遊びに行くことができるようになってでエレベーターも全然あの夜も使えるようになって俺たちはなんか SF 大会の会議をする時はそのめちゃくちゃ豪華なそばでこう <laughs> <laughs>、まあ、ポッカの缶コーヒーを飲みながら話してたんだけどねクリスマスのねちょっと思い出の話を採用しようと思うんですけどもまああのうちの母親がですねあの 子供の頃から、まあ、うちの母親はクリスチャンだったんですね。まあ、あの、熱心に熱心に日曜日に教会に行って僕も付き合わされてたっていうクリスチャンだったんですけども、まあ、サンタクロースをですね、全然信じない人でですね、信じないというかですね、否定なんですよ。あの、 サンタなんかおるわけないやろっていうふうにもう子供の頃僕言われたんですよね。あの、ただでものくれる人が一番怪しいっていうう言ったんですよ。<laughs> あの、大阪のね、あの、麻雀屋の娘だったんですね。麻雀屋の娘でですね、大変ですね、そういうお金とか貸し借りに厳しい人で、昼の3時に信用金庫の前行ってみーっていうふうに言われたんですよ。小学校から家までの帰りに信用金庫があったんで、行ってみたらですね、月に1回か2回ぐらい信用金庫のシャッターの前で、 叩いて泣いてるおっさんとかおばあさんがいるんですよ。投げておくんだで手形が落ちまんへんって。で何かって言うとその午後3時の銀行とか信用金庫の締めの時間に口座の中にお金が入ってなかったら手形が落ちへんと。で手形が落ちへんかったらあの負当たりが出てしまうと。負当たり1回目はともかく2回目に負当たり出したらもう あの、銀行とかから、いわゆる貸し付けてた金が引き上げられてしまって、うちは父さんや、というので、泣いてるおっちゃんとかおばちゃんおるわけですよね。ほんまにサンタさんおったら、あんな人助けるはずやろと <laughs>。あの、クリスマスのプレゼントお父さんがこうでくれるんやと。それからお父さんにありがとういいっていうふうに僕は言われてですね。これほ、ほんとそうなんですけど、毎年毎年12月の24日の夜に枕元にプレゼントが置いてあるんですけども、25日の朝になったら、 あの、父親の前、部屋に行って、正座して、父親にありがとうございましたっていうのが、うちの家の風習だったんですよね。だから、その、母親が言うにはですね、神様は魂を救済してくれると、人間を救済するのは人やと、人間やっていうふうに言うんですね。だから、うちの家は、の、岡田刺繍という刺繍がやってたんですけども、岡田刺繍がちゃんと設けてたら、な 町の内職さんに、あの、みんなボーナスが払えると。内職さんにボーナスが払えたら、そしたらその家では子供がプレゼントがもらえるんやと。あの、せや、せやから、うちが儲けるのは正しいんやっていうふうに母親に言われて、だから子供の頃から僕はサンタを信じないというかですね、信じちゃいけないもんだと思っていて、その、あの信じてるような人は親の教育が悪いというふうに思ってたんですよね。うちの父親も母親も、 自分で作った財産とかですねそういうふうなものを奪われるっていうのがすごい嫌だったんですねで父親と母親が取った手段が違ってですねあの自分たちが作った財産岡田刺繍で作ったあのええ加減なパチモノの立ちワニとかですねアンブレーラーとかですね <laughs> そういう刺繍でパチモノを作って得た金を奪われるのが怖いってその奪うのは 誰かっていうふうなことで母親が考えたのは私たちの金を奪いに来るのは税務署やじゃあどうやって税務署を逃れればいいのかそうや信仰宗教を一つ買収して私が競争になればいいんやっていう一番最初は手段としての信仰宗教だったはずなのがだんだん信仰宗教ビジネスの人たちに乗せられて自分には神様がついてると思い込んでですね後には白装束で家の中をうろうろして父親が言いにくそうに僕とお姉に あの、悪いけど、お母さんの儀式が4時からあるから来てくれへんかみたいな話になってですね。で、僕と姉が新しく3階建ての家の上にプレハブで建った4階が巨大な神棚なんですよ。てか、皆さんの家にも普通の神棚ってありますよね。あれをぐわーっと伸ばして、縦横高さ3メートルぐらいしたやつを考えてください。そういうなんか巨大な 人間が小人になったセットの神棚みたいなものがあってそこへ行くと母親がこういう風にやっててですねで僕と父親と姉とがひざまずいて話を聞かなければいけないと誰一人こんな宗教信じてないのになんでこんな茶番を家族内でするのかって思いながらですねちょっと話を聞いたりするというです、ね、コントのような一幕があったりしましたけども、まあ、結論から言うとですねこの脱税いっちゃったね。<laughs> 両親ともね、死んだから構わないんですけどね。<laughs> 時効ね。はい。絶礼ですね。僕ね、あの、4歳までの写真が一切ないんですよ。えー、4歳から後の写真はいっぱいアルバムにあるんですけど、4歳までの写真が1枚もなくて、で、なんでかっていうと、僕はあの、生まれた時にですね、心臓に先天的な血管があって、心臓弁膜症って言うんですよね。で、心臓弁膜症で、まああの、よう えっとね、赤ちゃんの時にこれが発症していて、多分その心臓の弁の血管具合にもよるんですけども、何歳まで生きれるのかっていうので、僕の場合はもうほぼほぼ8割の確率で1歳で死ぬっていうふうに言われてたんですよ。で、母親はそれを聞いて、なんかどうにかなりませんかって聞いたら、その心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから、要するに泣かさなければいいと。泣かなければいいと。 ということで、うちの母親はそこから、もう本当に2年ぐらい寝てないそうですね。2年ぐらい寝ずに、とにかく僕は一瞬でも泣きかけたら、あの、すぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですね。まあ、それでまあ僕は生きてるんですけども。というわけで、僕はその4歳まで死ぬと思われてたんで、写真がないんですよ。子供の頃の写真が一切ないし、その出生の、 その家のです、ね、記録みたいなものも一切ないとっていうのはもう父親なり母親なりがこんなに努力してるんだけど多分死ぬだろうというふうに思ったんであらゆる思い出のものを母子手帳みたいなものを含めて全部処分してるんですねでなんかこう僕はそれを小学校ぐらいの時に聞かされてだからお前には子どもの頃の写真がないとでそれは愛情が深いからこそその自分たちの愛情の深さが怖くなって両親がですね だからもう記録に残さないという道を選んだんですけども、こういうのって僕は結構聞きます。自分の経験談だけじゃなくて、あの子供の頃に兄がいて、姉がいて、でもそれ死んじゃって、で、それがあまりにも辛かったから、全部写真捨てたとかですね、いわゆるペットロスの時に死んで、その瞬間に、いわゆる砂箱とかですね、そういう,うのものを全部片付けて、次のゴミの日に全部出して、とりあえず家の中から、 そのペットがいたっていう思い出みたいなものを全部消してしまったっていう。愛情が深い人っていうのは割とそれをして、で、いや、ね、すみません。今のコメントでこんな立派なサイコパスになってって書いてあって <laughs>。まあ、まあ、その通りですよね。<laughs> 愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね <laughs>。岡田さんは何歳が一番楽しい何歳が一番楽しいと感じるかに関しては僕は基本的に まあ今です、ね、55歳が一番楽しいですよ。それは真面目な話、えー、あの僕の人生で一番つまんなかったのは多分10歳か11歳の小学校4年か5年ぐらいの時ですね友達もいなくてで、えー、給食は残しちゃいけなくて。 でも、すでに太り始めてたから、毎日昼休みは、肥満児教室っていうですね、<laughs> ところに行って、昼休み、まあ、縄跳び400回させられて、地獄のような日々でしたから。<laughs> もう少しこのく肥 <laughs> 満児教室って知らない隔離病棟そうですよ。<laughs> つまり、学校でですね、その太ってる子供たちは、 毎日保健室にに集合ななって、昼休みないんですねで。腹筋やらされて縄跳びやらされてそれするまで帰れないでおまけに僕は好き嫌いが多かったのでですね給食をですね全部食べなきゃいけなかったんですけどこの給食を全部食べなきゃいけないというのに関してはいまだに僕は思いい出すすことが苦痛なぐらい辛かったんですね。もう本当に今から喋れって言われたら多分俺喋ってる最中に泣き出すぐらい <laughs> 辛かったし SF すごい好きだったのになんだろうな。 小遣い全然ないから買えなかったしテレビはその録画できないですね当たり前ですからだから1回しか見れないから好きな番組って言ってもあの次にいつやるのかわかんないしですねまああの録なことがなかったのが僕の小学校の4年生から5年生ぐらいの時代だったんですよ。でその時代から中学校ぐらいになってもうちょっとマシになってきてところが高校になったらまた自分のねちょっと学力を超えた 高校に背伸びして入っちゃったもんでまたこう辛い時代があって大学に入った辺りからちょっとずつ楽になってそっから先の人生はもうあのホイ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 と少しずつ楽になってるんですねでその3年前にフリックスですね今のフリックス現在その頃はオタギング EX って言ったんですけどその組織を作った時はまあ,あの将来に不安がないわけじゃないけどもあの。 好きなこと知ってるようなもんだよなって思ったんですけどもフリックス作ってからは間違いなく好きなことしかしてないようになったしそのそれまでこれまでの自分の人生で家族とか友達っていうのは減る一方だったんですけどもフリックス始めてから仲間っていうのが爆発的に増えて昨日ももう俺は頼むからしてくれるなって思言ってたのに昨日の会議中にですね俺の誕生日サプライズをやりやがってですね <laughs> 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 もう毎年毎年俺は人生最後と思うぐらい照れてるんですけどもまあこれも言っちゃえば幸せなわけですね。母のの日ですか岡田さんのお母さんの思い出ありますかもうお母さんの思い出はありすぎて困るんですけども大体代表的なエピソードを語ったんだよな以前にそういうところでまだ語ってない母親のエピソードかあのさ働きすぎてさすごい腰が悪くしちゃったんだよ 椎間板ヘルニアっていって今ではどうかわかんないんだけどもひどい腰の痛め方をしてさでえー、っと人生の後半はずっとあの松葉杖つ,つくとかさあと足引きずるとかそういう印象しかないんだよねだから僕自分自身が語る時は母親のエネルギッシュでダイナミックなところを語ってたんだけども同時に母親はその働きすぎて腰の骨をすり潰すぐらい働いちゃって で人生の後半は本当にもうずっと寝たり起きたりで,でそれでも税金取られたら死ぬほど悔しがってんだろうもう税務署に蓋タワ吹かせるために宗教組織買うわっていうぐらい頑張ってたのでですねなんかあのー、面白かったよねあのー、必ずしもやる気満々ガンガンでっていうことじゃなくてダイコン3とか4のオープニングアニメの時にはもう既に ンヘルニアになって入院してたのがさ俺小学校の時だからもうあの大学ぐらいの時って入院してももうこれ以上治らないのであとはもう本当に運動しないようにしてくれとか動かないようにしてくれっていうふうに言われてでそれでも毎晩毎晩仕事終わるのが本当に10時ぐらい夜の10時ぐらいで朝6時に起きてっていう生活だよね。時時にに仕仕事事終わっっっててててさ、さ、からら始めた本当に風呂入ってご飯食べるののがいいつなんだっていうのを、 お今の俺の年齢58歳とか過ぎてもずっとやってたから本当に根性のある人だったよね。あのまあまあまあそうやってあの立ちワにとかですねいろんなパチモンのものを作ってで正規のメーカーからも発注受けてこれはもうあの。 一回書いたことがあるんだけども、やっぱ母親たちが何がすごかったかって言ったら、最初ラコステの偽物作っててさ、ラコステのワニがこう、寝てるんだよ。で、ラコステが、最初あの L だったからなんかこう引き体で、なんかこういう感じで書いてるんだよね。で、えー、次にマンシングっていうですね、ペンギンのマークがあって、これペンギンがこう立ってんだよ。で、マンシング。 グッてコピーな感じになってるわけね。で、この多分中間を狙ったんだと思うんだよね。<laughs> <laughs> ラコステとマンシングの中間を狙ってワニがなんとなく立ってますようにして、 で、これ、あの、昔、あの、筒井安高の書いてる動物辞典みたいなやつで、まあ、まあ、多分嘘だと思うんだけども、あの、アフリカの方のワニで人間を襲う時に立って襲うワニがいると。えー、人間を後ろからガッと抱きかかえて立ってナイル川に走って逃げるワニがいるっていうのがあって、<laughs> 俺それ確かね、晩飯の時に話した時に何か母親の目が切らんと光ったんだけども、多分それあたりがイメージになってワニを立たせたんだと思うけど、もともとは筒井安高のホラーから始まったんだけどさ。 <laughs> で、ここのところになんか字入れるんだけども、ラコスでそのままやってもダメだし、マンシングもまずいやそしたら一番いいのが、こう、アーノルド・パーマーっていうのがあって、これは傘マークなんだけど、それの引き体が、なんかこう、ちょっとこう、こんな感じに見えたので、立チワにっていう、これロゴを作ってやると、なんかね、このいろんなものの合成形としてすごい完成度が高いんだよね <laughs>。で、 実はこの商売には半年ぐらいしかしてないこれ糸数とか運針って言うんだけども、どのように針を運ぶのかね。で、こういうね、偽物作るメーカーってさ、日本中に色々あるんだけどさ、大部分が大雑把な運針。運針っていうのは、こう書くんだけどさ、大雑把な運針しちゃうんだ。つまり、えー、このワニだったら、こういうふうにやっちゃうんだよ。で、こんなふうにね、刺繍糸を、 刺繍の針を運んだらさ、もうベタ塗りにしかならないんだよね。いわゆる立体物っていうのを刺繍で表現するときっていうのは、どの方向から光が当たってるのかっていうのを考えた上でやらないとダメなので、この立ちりにやったときはさ、こちら側に光源があるという設定で、この部分はこういうふうに運針して、斜めに運針して、この部分は真横から運針して、ここの部分は縦に運針して、尻尾は斜め運針をするってみたいなことを、 すっげえ細かく、これはあのうちの父親の弟なんだけど、豊夫ちゃんがめちゃくちゃ細かく運針を決めて、で、その時に世界で初めてアナログ式プロッターっていうのが発明されてさ、アナログ式プロッターっていうのは製図版みたいなもののところになんかこう、バーがこう移動するんだよね。で、バーが移動してここにボタンを押したら、そしたらパンチングカードのその座標位置にカン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 ,カンって穴が開けられるっていうですね。まあ、 ものすごい機械式で面白い仕掛けなんだけど、だいたいこのレベルの刺繍だったら、普通のパチモノメーカーだったら、200から300ぐらいの針数でやっちゃうのに、うちのおじさん1300針ぐらい使ってさ、ものすげえ精密なことやって。で、これでやったらさ、あの、そのパチモノを見たらラコステの方から、ラコステの方にしてみたら、訴えるよりこの技術力使った方がいいことということで、ラコステとアーノルド・パーマーとさ、あとマンシングと3社から同時に発注もらってさ、 <laughs> あの、その後、うち、あの、正規商品作るようになったんだ。でも、正規商品の方が儲かんないんだよね <laughs>。正規商品って、発注数は多いんだけども、うちの親にしてみたら、大阪のね、あの、すっごいちっちゃいところの内職から始めたところが、えー、徐々に徐々にメジャーになって、ついにイタリアとかアメリカとかさ、フランスの、もう本当ブランドメーカーから、えー、極東の島国、日本の、 このところに発注が直に来て商売できるってことがすごい嬉しかったみたいで。なんかパチモン出身なんだけども、えー、うちは一流メーカーになったっていうので、なんかすごい自慢してたよ。それは俺もなんかね、面白かったね。だから母親の思い出っていうのは、そういうことをやりながら税務署を騙そうとして <laughs> 宗教組織を買い取りながら椎間板ヘルニアで1年の3分の1くらい寝てるっていう変なおばさんだったよ。 あの、SF についての質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの、の岡田敏夫ゼミっていうのは基本的に、ゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと、質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。